あの少年、何者だというのだ。これが現実で起きている事象だとは。安い挑発だが悪くない。乗ってやろうじゃないか。来い。霧城グループには研究を行う専門の機関があって、エルゴ圏でその実験に黄昏の羽が使用された記録が残った。遠いな、私たちの目指す世界は。だが我々には仲間がいる。私も役割を果たさせてもらうぞ。くだらん格闘大会だったが、せっかくもらった二つなら見せてやろうじゃないか。処刑女王の力、身をもって知るがいい。アルテミシア。孤独な玉座で悪を裁く孤高の処刑女王、霧城ミツラ。この塔はアルタロス並みの巨大さだが、町ごと迷宮化していると。影時間と同じ現象か。誰一人邪魔はさせない。立ちふさがる者は全て私が裁いてくれよう。シャドウワーカー出動する。この名をかけて戦おう。それが私の覚悟だ。そのまま床を舐めていろ。